語彙力っていうんですか、あの言葉のバリエーションが豊富で、もうすごい心に来たので。私自身は自分のことを語彙力のある方だとは思っていない作家なんですけれども、それ以上に表現者の、言い方悪いですけど、エゴとして自分の頭の中で考えているものを形にして、で読み手をこうその世界に引きずり込んでやりたいっていう欲があるんですよね。その欲が消えないうちはモチベーションはまだまだ保てるかなと思います。今後小説の中で十勝を舞台にする予定みたいな、今書いてるところですねちょっと詳細はちょっと申し上げ、まだ申し上げられないんですけれども、今ちょうど十勝の話を現代の軸で書いてます。その本ってなんかいつ頃出版されるまだ10分の2ぐらいしか書けてないのでいつになるんだろうなっていう。じゃあちょっと楽しみにします。はい、よろしくお願いします。本を好きになった理由とかありますか？周りに何も娯楽がなくて、十勝だとイメージしてもらえるかなと思うんですけど、実家はこの隣んちが5キロ先みたいな感じに、5キロじゃないのさすがに、まあ、隣んちまで遊びに行くとかなくて、同年代の子もいなくて、で兄弟も上年が離れてたり一緒に遊んでくれなくてってなると、まあ、ファミコンも当時なかったので本読むしかないんですよ。こんなコロナのね、なかなか大人でさえ思うままにいかないのを、その自分たちもいろいろ我慢したり、大人の言うことを聞いたりしながらっていうので、今の高校生中学生の方はすごく今頑張ってます。なので、うん、たまには拗ねていいしわがまま言っていいし、すごく周りのことを気にして、気にしてっていうのはイコール気を使ってとか、その振る舞いを気をつけてっていうことも含まれてるかと思うんですけども、それ結構疲れると思うので、うん、それやってるだけでかなり体力と精神力削られてると思うので、あのたまにわがままになっちゃってください。市内の三条さんとか白洋さんとかの稼働部さんと一緒させてもらって、まあ稼働部ってあります、それこそ、セッション